原の母島、震度4が小笠原の父島でした。気象庁の観測によりますと、震源地は父島近海で、震源の深さは77キロ、震度規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。次に、冬の北京オリンピックの開幕まで今日でちょうど1ヶ月。中国では新型コロナウイルスの感染対策として年越しのイベントが中止されるなど警戒が強まっていて、大会に向け感染拡大を抑え込めるかが焦点となっています。北京オリンピックは中国で初めてとなる